きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、最初に告知があります。おお。佐藤が、はい。はい。シンプル思考、はい。結果を出すための悩まない力、うん、と花尾さんに推薦本あります。へえ。はい、昔からブレない人ですね。佐々木さんの思考は一切フレーミングしません。おすすめですっていう。ブレない。あ、ブレない。あ、かけてきましたね。さすが花尾さん。本出たんで。はい。集英社新書から、はい、なんとお値段902円。うん、安い。はい。はい、すぐ読みますから、はい。そうですね。はい。うん、皆さんね、本屋で売ってないかもわかんないんで、あのネットで。はい。赤松さん持ってますよね、もちろん。いやちょっと本屋さんなかったんですよね。なんか全部売り切れちゃってて。いや本屋さん行かないでしょ。いや結構行くんですよ。ネットでしょ大体。まあまあ私ネットショッピング大好きなんで。ネットで本屋ネットよネット。いや直接見に行こうと思ったら。え持ってないの？いたサイン付きでいただけるんですよね。うん。うん。いやあれだよ。俺はもうみんなに言ってんのよ。はい。常連、はい、とか、はい、知り合いにサービスなんてしなくていいって。はい。俺は言ってんのよ。俺にしなくていいって、はい、そんなの常連とか知り合いはサービスしなくても来るじゃんって、うん、そうですね。本当にサービスしなきゃいけないのは新規の人よって、うん、で2回目3回目リピーターになってくれなきゃいけないんだから、はい、俺らとかサービスしなくてもいいから新規の人にいっぱいサービスしてあげて、はい、でリピーターになって繁盛していけばいいんやから俺ら気づかんでいいって俺は言ってんね、でも2回目3回目あれ初回はサービスされたのに2回目サービスされないのあれってなるじゃないですか。いやもうそんなやつじゃ逆に来てくれなくていいそんなのはそうですか、うん、そんな客はいらねえ客そうですか文句ばっか言ってんじゃねえだからえ買ってないの誰も誰も買ってないのいっぱいあったんです僕のスマイルのとこもなかったんですそれ全部見てるはお前本屋どこか知らんなら東京の人間は東京で本屋探すの大変なんだぞお前知らんどこに売ってたってどこの本屋さん行ったんだよ逆に教えてよあれアトレの上とかあ目黒駅のアトレの上とか行ったそれさっき俺が言った今それしか知らないですいやでも私これ出したの知らなかったので知らないよ俺フォローしてるのもフォローしてるから出てくるやろ俺のツイッターとかフェイスブックとかフォローしてるやろ見ないじゃないですかで見ないってもう何人フォローしてんだよじゃあ私700人フォローしてる おかしいってツイッター700人フォローしてるんでちょっと流れちゃってます流れないでしょ流れないでしょいやで今知ったんでじゃあ、はい、ちょっと待って今押し売り何後ほどね視聴者の皆さん今買って携帯で買えるから、はい、シンプル思考ぜひよろしくお願いしますはい、あとまだ今あの本制作中なんでもう一冊出るんで、ね、よく出しますね本はいうちの、家族にも言われました、はい、また誰が読むのでも売れてるんですよね毎回そうなんですよ、はい、最低限のノルマをクリアしてるらしくて、はい、だからまたお声かかるわけですからね、まあ、ありがたいですね、はい、皆さんぜひね、うん、佐々木の本が続けて出せるように今すぐポチッとしてくださいはい、はい、ということで本題ですここから、はい、さあここからですね今日はですね、うん、今年の、開幕前にやったですね、はいうん、崖っぷち選手、うん、やったじゃないですか、はい、崖っぷち選手のその後です、うんおこの1年間、佐々木が崖っぷちって言ったけど、はい、どうなったかっていうね頑張ってたかな、それとも、うん、どうなったかなっていうね、うんはい、あと、まあ、崖っぷちってね、うん、まあ、その言葉が、はい、そんな別に大した言葉でもないし、うん、普通に使われるじゃんね、はい、と思ってるけど、うん、全部終わって、はい、今シーズンオフの、はい、ネットニュースとかで、うん、今後崖っぷち選手っていう記事があってあれパクってないよねっていう崖っぷちはよく使われる言葉では、ねうん、ありますあるでしょ、ね、だから俺もそこがモヤモヤってしよく使われるから別にそんな俺が作った言葉ではないし、はい、そんなまあ大したことないけども、うんうん、今後の崖っぷち選手なんかちょっとしっくりけえへんよなまあまあそうですねあれなんか2年ぐらい前から私たちやってたなみたいな感じになりますよね、うんってうんまあ、もしかして視聴者かな書いた人みたいなね引っ張られてるかなみたいなねあるかもしれないですね。もうその場合はね、うん、佐々木チャンネルの URL だけ貼っといてもらいたいですよね。あそうですね、うん、そしたらもう全て OK よ、うんはい、参照にしましたみたいなね、はい、参考にさせていただきました。そう、うんうんうん、ということでね、はい、じゃあ行きましょう。まず振り返っていこうということでね、はい、じゃあ日本ハムから、はい、日本ハムの今年ね崖っぷち選手で発表したのは、はい、斉藤優ちゃんと清宮選手っていうので、ねはいうん、でまあ斉藤優ちゃんで、ねうん、まあ引退っていうね、はい、まあやっぱでもまあやっぱり最後
あの引退試合のピッチング見ててもやっぱ怪我が大きかったね。ちょっとなかなかもう難しそうだったね、はい、あれは。難しそうだなっていう感じは、うんうん、だから最後もうみんなねやっぱ怪我して体が動かなくなっていくんで、うん、まあそこら辺はね、まあ本人の努力だけではちょっと無理だったなっていうね、うん、感じがした引退試合に、はい、見えましたね、うん、であと清宮選手、はい、ね、一軍出場ゼロです、はい、今年。そうだったんですね。去年までね、はい、結構優遇してたけども、うん、今年は1点ね、はい、鬼に変わって、うん、まあまあもういい判断だったと思うけどね、うん、俺はね。でもそこで2軍では打率1割9分9厘、はい、ホームラン19本、うん、打点60、ヒット78。試合としては結構出てはいるんですか？試合は106試合出場。あ、出てますね、うん、でも出塁率2割8分9厘、うん、エラー13、得点圏打率2割1分3厘。全体的にちょっと寂しいね。うーん、これはちょっと二軍の成績頑張ってきた人の見たらピッチャーだったら大体1点台だよね。はい、そうですね。で、バッターだとやっぱり3割、3、4分くらい打って、うん、とか一軍どうかなみたいなね。そうですね、上がってくる選手大体それが打ったりしますよね。そうで、あるところやっぱりね、清宮のね、やっぱ一番難しいところはね、ファーストしか守れないっていうところだね。あ、だ今年一軍だと終盤ね、はい、高浜は出てきてたりして、うん、あともう外国人来るかもしれないし、はい、そういったところで、まあ監督がね、ビッグボスに代わって太ってんじゃないのって言われてちょっと痩せてね、はい、まあ、すぐ痩せてましたよ、うん、そこら辺のね、はい、頑張りっていうのは素晴らしいと思うけども、うん、崖っぷち継続だね。そうです。ただやっぱ監督が変わるってのは大きいですよね。そうそうそう、だからチャンスはね、フラットになるから、はい、そこでね、このキャンプどう出れるかが、はい、これオフ勝負だね。うん、そうですね、うん、もうあの片足で出るからね、はい、崖から。そうですか。だって監督変わって いきなり最初で行けなかった時に、はい、もうかなり後輩舐めるからで。そっか。だからチャンスでもありピンチでもあるのよ、うん、監督変わりってことは、はい、フラットに目線になるけど、そこの優遇される方に入んないと、はい、もう気にかけてもらえないかもしれないっていう。そう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 。だからチャンスでもありピンチでもあるから、はい、今ちょっと片足が崖から外れてる。でもまあビッグボスはすぐ言って、うん、あんだけスッて痩せられる努力ってのは素晴らしいって言ってましたから。そうそう、あとはもう結果にね結びつけるだけで、はい、そうですね、うん、まあちょっと今年1年は難しかったね、うん、はい。でさあ続いてがね、楽天、はい、楽天はね、オコエ選手でしたね。終盤なんか良かったかなって一瞬思ったけどね。そうですね、うん、40試合ぐらいは出てるんですよ。そうだね、はい、42試合、はい、打率2割2分3厘、うん、でホームランが、ゼロ、はい、出塁率が2割9分1厘、うんうん、ちょっと厳しいね、全体的には。まあ、外野も人がいますからね。でも右いないのよ、そういんだ、ね、誰もいないんですけど、左側も出てますからね。そう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 、うん、で、あの右バッター2人取ってるじゃん、はい、吉野君とね。そうですね、うん、危ないね。危ないですね。しかもどうせ外国人来るのよ、右の、はい、そうですね、うんうん、危ないね。そうですね、うん、しかも今手術してるっていう。そう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 、うん、崖だね。今年チャンスだったけどね。まあ、吉野くんとか前田くんはまだ高校卒業したばっかなので、うんうん、まだ多分時間でかかりそうじゃないですか。そうそう、でも、うんうん、外国人今年の、はい、やっぱカスティーヨとディクソンが不発だったから、はい、やっぱ枠が空いたじゃん。空きましたね、はい、外国人でそこ埋まったらもうそこ島内岡島出たら枠を埋まるからね。そうですね、1個、うん、右の、はい、そしたらまだ外野の選手っていっぱいいますからね。うん、そうだね、うん、あ、辰巳ゴールデングラブ取ったね。おほらほらほら、取るって言いましたよね、シーズン前に。言った言ってた。証拠ある、探して。どの動画で言ったんだろう、分かんない。いや、取んなかったら罰ゲームだよとか言うから、うん、取りましたね。じゃあセーフですね。セーフ、ご褒美欲しいぐらいですよね。ご褒美欲しいぐらいですよね。ご褒美だって当てなかったら罰ゲームだ。当てたんだから、なんかこう、なんかありそう。高松さん、その時に、うん、当てたらじゃあ何かくれるんですかって言わなきゃ。そうですよね。私そういう欲が足りないんですよ、ほんと。でも良かったんだよね、はい、ゴールデングラブはね、本当に、うん、楽天の外野手では初なんですよ、うん、ゴールデングラブ、うん、ありがとうございます。でもそこで外国人が来るとね、うん、またそこの辰巳の場所も怪しくなるからね。そうですね、だからちょっとオコエはちょっと危ないね。でもやっぱ外国人の選手の力は欲しいですね。欲しい欲しい、うん、ちょっと、はい、形出てるね。そうですね、うん、右っていうところを生かしてこうグッとね、そうしてほしいところですけどね、うん、で続いて、はい、オリックス、うん、オリックス先輩松井よ。はい、松井さんはまあ日本シリーズでも、うん、投げましたか。ちょっと投げたしね、はい、であとは15試合投げて3勝6敗。はい、ちょっともう危ない、ね、危ないですか、うん、出てはいますけど危ないで、ね、危ない。やっぱ
山崎総一郎がやっぱ出てきたっていうところが、やっぱ先発が足りなかったのよ、はい、頭数がね、うん、だからその増井っていうところも5番手6番手で生きてきたけども、はい、やっぱこの日本シリーズ見ててもやっぱ山崎総一郎も出てきたし、でまあ来年で言うとね、はい、山本、宮城、山岡、はい、で山崎連れてきますもんね、うん、で山崎山崎、はい、ここ難しいのよ、はい、山崎総一郎、山崎幸也なのよ、ですね、難しいですよ、中島監督がそれかけてどっちか分かんないような感じにしましたよね。そうとかも出てくるし、はい、でもひょっとしたら外国人の先発ピッチャーも取ってくるかも分かんないから、はい、なかなかちょっと厳しくなるんだよ。で、あの新人のムクノキ、ああそうだ、うん、はい、っていうところもあるし、はい、ちょっとまあ危ないね、年齢的にも。だからまあお助け番だね。そうですね、谷間の先発とかで行くかも分かんないね。そうですね、うん、とかまあもうリリーフとか前は抑えやってましたしね、うん、そうだね、うん、あと後藤俊太、はい、もうやばいね。そうですね、まあ、福田がね、うん、あのセンターを掴んだっていうところがね、はい、でラオウも掴んで吉田だから、うん、ちょっと外野埋まっちゃったね。もうあの3人固くなっちゃいましたもんね、うん、でしかも同じキャラクターだった宗が今活躍してるっていうところ で、うん、まあ、もちろん内野も外野も守れるっていうところも大きいけどね、うん、ちょっと危ないね。ひょっとしたら俺が来年トレードに出した方がいい選手であげるかもかと。ああ、前も上げてなかったでしたっけ。上げてたから忘れちゃったね。忘れちゃった、はい、オリックスじゃちょっともう苦しいかもかんない。そうです、優勝したチームでも結構そのメンツっていうのが固まっちゃったっていうところありますね。やっぱ今年チャンスをつかめなかったね。うん、さあ、はい、続いてソフトバンク、はい、ソフトバンクが上林、うん、武田、はい、一時期上林選手ボンって出てきた時ありましたけどね。継続できないんだよね、うん、やっぱこうおいいじゃんと思うけど、うん、それをやっぱ継続してできないから、はい、まあ、引っ込められちゃう。だから調子がいい時しか試合出れないんだよね、うん、39試合ですね、うん、打率1割9分1厘だからね、うん、しかも外野も今日怪我人も多かったからビッグチャンスいっぱいあったけどね。確かにこれまでも年齢構成考えてもやっぱビッグチャンスいっぱいあるんだけど、うん、やっぱこう何年もこのチャンスをもらってて、ね、2021年1割9分1厘、20年1割8分1厘、19年1割9分4厘、18年2割7分だから、はい、もう3年間連続2割切ってるから、うん、ちょっと厳しいね、さすがにこの。そうですか、うん、そう期待値も長く続かないね、はい、まあ、ちょっとじゃあ片足、うん、もう両足落ちてる。おお、それ両足落ちてたら落ちてるじゃないですか。落ちてたら手で捕まる。ギリ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 。なるほど。手で。じゃあまだかけっぷちってことですね。はい。まあでも両足落ちてるよ。はい。手で捕まってる状態かって。そこ踏ん張る。だからこっから踏ん張るのはかなりの力いるからね。でもまだ登れますから。そうそう。でもかなりの力いるから、それぐらいのことをしないと、はい、ちょっと厳しいよね。なぜ打てないのかをもっと考えた方がいいね。うん、技術とかで俺もうここも重要だと思う、はい、でももう両足押してる、うん、手 でまだ這い上がれる、大丈夫だ、うん、で続いて武田、はい、武田よかったよ、うん、今年、はい、4勝5敗 2.68、うん、多分怪我とかもあるからね。そうですね、うん、12登板そう、うん、だからそういっただからまあ万全だといけると思うんだよね、はい、万全だと、うん、だそういったところではまあまあいいピッチングは見せてるから、はい、怪我しなかったら全然いけるから、はい、まあ、そこはもう椅子座ってるね。お、椅子座ってるけどちょっと庭先がもろくなってるから、はい、早く万全にしないと整えないと、はい、椅子にはもう座ってるけどね、はい、ちょっとこうじゃあ地盤弱い地盤弱いそうですね、うん、じゃあ地固めからそう地固めしとけばもう相手いけるなっていう感じは今年見えたね、はい、うん、で続いて西武、はい、木村、うん、トレードです。そうでしたね、うんうん、日本ハムにね、はい、で給料下がってた。あ、そうですか。そうそう、年俸立てて、うん、でもまあ日本ハムは、まあ、ビッグボスに代わって、はい、まあ、足とか守備とかいい選手多分好きだから、うん、好きですね、多分木村はそういう部類に入るから、はい、あと打つだけだからこうチャンスあるから、うん、西武だと、うん、もう崖落ちてたのよ、はい、下に、うん、もう掴まれてもらえない。若い選手が多かったですからね、うん、下まで落ちてたんだけども、はい、うん、うわー、あれついたと思ったらすぐ下に日本ハムっていう土地があってでも救われましたね。救われた、うん、本当に救われた、はい、うん、でそこでは、はい、まだ崖ギリギリに立ってる、はい、監督変わってから、はいはい、
だからここ本当来年本当キャンプから勝負だね。そうですね。うん、そこででも本当もう、はい、2、3、4でうまく回らなかったら多分もう終わるぐらいの感じ。はい、2、3、4。うん。だからさっきのあの清宮の時言われた、はい、言ったけど、うん、監督変わったら。チャンスでもあるピンチでもあるから、はい、その2月3月4月でこううまく入っていかないと、はい、ちょっと順番がかなり遅れるから、うん、ちょっともうあの両足また落ちちゃうよね。もうキャンプ初日からもうガンガン全力で行かないといけない。はい、で戸亀、戸亀良かったね。そうですね、結構投げてましたね。そうそう、試合数も投げたし、はい、あとあの今年西武がね、はい、まあ平とかいたから、うん、リリーフいいじゃんと思われがちだけども、はい、ちょっとチーム防御率が悪いのよ。うん、でそこに来てまだ立て直ししなきゃいけないから、戸亀、はい、も40試合も投げてるし、うん、でまあ防御率もそこそこ抑えてるから、はい、そういったところではちょっと崩れたところにうまく入ってきたから、はい、うん、もうこれは継続していきたいね。もう崖ではいないね。おお、座ってる。そうそうそう、座ってるけど崖のギリギリと座ってるから。おお、まだそんなまだ安心してたね。そうですね、うん、でもまあもう崖脱出だね。はい、うん、おお。で続いてロッテ、はい、藤岡、うん、もう藤岡家の中入ってソファーに、ソファーであのコーヒー飲みながらテレビで見てる。おお、抜け出した、うん、エチェバリアがね、まあ、エチェバリアのちょっと来日が遅れたけども、はい、そこでそのしっかり結果も出して、うん、はい、あのまあ、ちょっと成績的にはもうちょっといけるんちゃうかっていうぐらい物足りなさを感じるところはあるけども、はい、でもこのね勝負どころで打つっていうところが結構インパクトあるところあるからね、うんうん、だからそういったところでもまあいいインパクト残したんちゃうかっていうね、サーブを守ったりしながらね、うんうん、はい、もう藤岡も崖っぷちじゃないけども、はい、エチェバリアが残留するから。あー、そうか、ポジション的に、うん、だからそこはまあ競争は続くね、はい、まあでもその崖じゃなくなったね、うん、まあいい形のものは1年間出したんちゃうかなっていうね、はい、で、あともう一人が福田、はい、ちょっと見当たれないね。そうですね、うん、あれ今シーズン出ましたか。いや、出てないと思うよ。ちょっと見当たらない、あの、わかんない、あの、踏み外したかどうかもわかんない。うん、え、なんか怪我とかですかね。12打数1安打あ、12打出てるのか、うん、4試合だけ出てる。4試合、うん、ファームで2割5分4人、うん、はい、ちょっともう落ちてるね。そうですね、うん、しかも外野はね、はい、藤原とかもいるし、うん、でマーティン残留、はい、で荻野はゴールデングラブ、うん、ひょっとしたらベストラインも取るかも分かんないし、はい、でセンターが岡がね、はい、今年すごいいいところで打ったり、であと藤原でしょ、はい、であと和田ね、この前話した、うん、そうですね、もういるし、うん、ちょっと落ちてるね。ちょっとそう、枠がないですね。枠がないし、結果も出してないしね、はい、FA で乗ってきて、うん、はい、ソフトバンクより成績下がってんじゃんみたいな。もしかしたらソフトバンクの方が今はちょっと枠があるかもみたいな。俺はあるような気がするで、ね、だから禁断のトレードもうソフトバンクに言って、はい、動画も出したけど。そうですね、ありましたね、うん、はい、ちょっと落ちちゃったね。うーん、だからまあこの崖っぷち選手を上げてみて、はい、まあ頑張ったのは藤岡、戸上、武田だね。はい、まあそこら辺は非常に頑張ったと思うし、うん、あと木村はまあチーム変えてどうなるかっていうところで、はい、ちょっともう崖踏み外してる選手もいるから、はい、まあ踏み外しててもいいよ、うん、まだそのチームに属してるってことはよ、はい、まだ挽回のチャンスあるから。そうですね、まあ、それをねこのオフね、少年を入れて、うん、本当同じようなことしてても絶対無理だから、うん、もう本当超ハードワークで、あのハードワークしたら怪我すんじゃんっていう人いるけど、うん、いや怪我しても別にいいじゃん、どうせ使えないんだからって俺は思うんだよ。だってそれだったら使えるようになる方にかけた方がいいじゃん。だって怪我しても使えないんだったら、はい、怪我するぐらいのハードワークかけて、怪我しない体作って一気に勝負できる技術つけて、うん、もうそんなのもう家で休んでる暇ないでよ、このオフ。そうです、もう一か八か勝負するしかないですもんね。そうそうそう、終わったら終わりだからね、うん、そういった意味ではもう本当に1日15時間ぐらい、はい、うん、野球の勉強も含めて練習して、はい、うん、ハードワークしてやらないと、今このね今椅子に座ってる選手たちはいいけども、はい、まあ、やらないとね、いけないね、はい、うん、まあ、もう本当にシンプルに考えて。そうそう、逆に言う、はい、ここに名前上がる選手はまだいい方だからね。ああ、確かに戦力外だって言ってるわけじゃないですもんね。ないし、うん、俺がどうせもう無理やろうって思われてないわけでしょ、うん、まだいけんのにって思われてるわけでしょ。そうですね、っていうことは名前が上がるってことはいいわけだから、はい、こう上がらなくなったら終わりだから、うん、そうですね、まあ2年連続で上がることはないけどね、はい出られますしね。そう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 、うん、だからまあね、うん、本当にあの怪我するぐらいね、はい、ハードワークに励んでね、来年はさすがにふざけんなってね、うん、いうぐらいの活躍を期待したいですね、はい、そうですね、また来季楽しみですね。そうですね。